めっちゃ書いてあるんです。ほらほらほら、やばいっすよ。どういうこと、何してんの。ちょっと待って、うって聞く。オラーナイト ST スタジオ出張編、出張編で来たよございます。いやー、久しぶりにね、出張ホラーナイトということで、今日はね、埼玉県の最も不気味な心霊スポットに来ました。埼玉県民でありながら知らないんですよ。いや、もうさっきね、ちょっと僕みんなだけちょっとあの近くの時目つぶってもらって、はい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 、俺だけちょっと見てきたんだけど、うん、やべ、だってなんか血の気引いたっつってたよ。異常だった。その家なん場所なんですけど、黒い家って言われてまして。黒い家、何もう立ち悪いわ、全然わかんない。ちょっとエピソード紹介しますね。はい、はい、名前の通り黒い家でして、はいはい、壁という壁、あらゆる壁がもう落書きされている。それも心霊スポットとかに遊びに冷やかしに来た若者たちの絵じゃなくて、うん、なんとどうやら本人が描いたらしい。そこに住んでる、オーナーが描いたし、いやもう住んでないんですけど、ここまでやるかとか、株配当金泥棒とか、察するに、まあ、バブル時代に株取引に大損して発狂して精神が病んでしまう。わわわわ、結構ガチで、うわ、精神やばめのエリアで、そこで亡くなってる方ではない、まあ、それは分かんないんですけど、なんか火事とかが起きたっていう噂もあって、やばいじゃん。じゃあその黒い理由っていうのは、その落書きで黒いっていうことなんかね。まあどうなんだろう、なんか元からいる家が黒いっぽいけど、まあ、もしくは火事で焼けて黒くなった。うわー、もうやめようや、怖いわ。もう本当嫌なんだよね。結構ガチでやばいです。新スポ行ったらちゃんとカメラにね、やばい現状入る。はい、まあ結構皆さんがリクエストが多いのでね、出張編やってほしい。かちょっと覚悟決めないと。いや結構覚悟必要です。本当にマジで見た目やばいんで。噂によると今はなんか人が住んでいるみたいな可能性もあると。どっちにしろまあ私有地なんで、はい、まあ外からしか撮れないんですけど、まあそうです、はいはい、まあでもちょっとカメラで撮って何が映っているのかと。竹焼さんの時も声が入ってるし、ちょっとマジ怖いんだけど、うん、怖いんです。そうですね。ということで参ります。いやー怖い。さっき見た時はもう一番怖い。マジ？え？やばいじゃん。いや我々一番見た目やばい。あんた結構いってるっしょ。え？何この傑作。あそこじゃん。これは軽井沢大橋のやつだ。このトゲトゲのやつ。多いここ死んでも死ねえ何件。多分これ俺らこうふざけて言ってると。ああ。お！はい、はい、これ一番怖いですね。急に来るからお気をつけてくださいね。マジ本当やめよう。やばいやばいやばい。凍ってる。じゃあ俺マジで怖いんですか。これこれ。うす。やばいこと。右です。うわあ。怖い気がもう NG になってます。うわ、ちょっと俺も鳥肌やばい。さあそれでは皆さん全貌をお見せしましょう。うわあああああマジマジマジない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 やるやるちょ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 聞いて聞いて聞いて俺のここに顔見えた。えここ男の人それはないマジ。え、ちょちょ何が起こった。一人一人ずつ行ってみ。じゃもう俺も見てた俺も見てた俺も見てた。あ、多分見た。まっすぐ行って右後ろ見てみて。やばい。これやばいよね。怖い。やばいよ。マジで怖い。ないないない。うわ、何これ。何しろ。うわ、何これ。発狂して書いてる。なんで明かりついてる。外だけなんかちょっとついてるっていう。なんで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 。もう分かんねえけど。怖すぎ。マジや。やばいやばいやばい。何書いてんの。すごい。株式のやつがいろいろ入ってる。うわ。東京そこの株式のよくわかんないけど、やっぱそのバブル系なんだ。本当にそうなんだ。なんかめっちゃ書いてあるんです。ほらほらほら、やばいっすよ。いや待って、怖すぎない。こちらがね、正面からの景色です。なんかボロボロ、さすがに人が住める感じではない。これ待って、
ビビった、今人に見えた、でもなんかもういそうだよ、もうやだわ。ちょっと裏行ってみましょうか。殺したくなる何かが俺を待って、え、持ってる、もう持ってるっていう、持ってる、しかもなんかヤバくない、見て、ほこらみたいな、やばい、いや、やばくね、ちょっと裏、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 裏ちょっとやばいよ、裏ちょっとやばい、裏ちょっとやばい、本当にやばい、めっちゃ近い、株で騙されたりしたんかな、だろうね、配当金泥棒、紙くず、あ、本当だ、え、なになに、ど、なになに、あそこ、なにこれ、なんだこれ、絵じゃない、絵じゃない、絵じゃないよ、どういうこと、何してんの、ちょっと待って、うって聞こえる、俺の声が聞こえた、待って待って、ちょっと、ちょっと、ちょっと、どういうこと、何してんの、俺も聞こえた、ちょ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 、やばいやばい、俺も聞こえた、今完全にうーって言ったわ、うー、え、うー、マジ、そうでしょ、やばい、え、入ってんの、あんな聞こえた、ちょっと怖すぎるので、ちょっと裏とか見て、はい、撤収しましょう、はい、マジでしょ、これやばい、なんかオーラが違いすぎる、でも全然、あれガチの服なんでしょ、ガチ、ガチ、当日のパンツとかあんのよ、だってパンツ、これ着てたんじゃない、あ、ほんとだ、あ、下にズボンがある、ほら、当日のパンツって、ほら、見て、これきつい、え、マジきつい、ちょうどもうやだ、ちょ、マジきついよ、倒産しなければ、私はおばの口を高く張っていたな、普通にうん、聞こえたのがやばいんだよ、左から、左目から脳みそ、大丈夫これ、マジで、しだし、マジで言ってた、好きは誰よ、左目から、やばくない、右脳出血、聞こえた、聞こえた、聞こえた、聞こえてるな、聞こえた、ジジイってやつ、え、え、なんか、なんか聞こえてないの、ロープ絞る音みたいな、ギギギギみたいな、待って、血みたいなの、あ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 、いや、ぼやけて見えないけど、あそこに血みたいなのがあるんです、あ、若干見える、若干見える、うわ、あれだ、あれだ、やばい、やばい、書いた人の目撃談とかないのかな、もうどんな状態で書いてたんだろう、この家もやばいけど、普通に横の家も、この家とかどうしてるの、8、3、8って何、そう、8、3、8がね、たくさんあるね、ここにもあるし、あそこにも、どういう数字なんだろう、闇屋って書いてある、闇屋、あー、なるほど、ほんとだ、闇名もある、闇名、なんかやられたのかね、多分そうだ、やばくない、なんか一部右脳切除されたの、え、両目、左、半分全く見えず、やばくない、なんか本当に闇があったのかもしれないです、だから多分伝えてるんだ、なんかヤクザに、うん、地形かもしれない、取り立てにやられたんだ、うん、大借金して、どうやって書いたの、確かに、確かに、あんな高さまでどうやって書くんだ、絶対中入った人はもう呪われるね、僕はそれはやめよう、最後に家の中をちょっと、JA でしょ、うん、ハッパーってことはつい最近、はい、あ、ほんとだ、2014、え、え、あ、見て2019、2月28日って書いてある、マジで言ってんの、マジで、待って待って、やばくないこれ、え、嘘でしょ、強盗殺害2人、え、ってことあそこ2019年、ほんとだ、え、待って待って、リアル、え、リアルタイムすぎるの、ちょっと離れよ、なんか危ないわ、ここにまで書いてあるの、やばすぎる、ちょっと一旦避難しましょうか、ちょっとこれはやばい、もう本当に計り知れない闇があるというか、いかがだったでしょうか、もう半端なく怖かったね、これ今までで超怖かった、もうやばかった、もっと離れたいもん今触れたくないよね、なんか追ってきそうだよ、いや本当に何が怖いっていうのは最近のことまで書かれている、同じような事態なんで、多分本当にね、当人が書いてるから、多分そうだ、それか親族の人とか、だって自分だったら無理じゃない、だってもうあんな脳がなんとなくこうだなって書かれてる、
少しでもゾッとしたり怖いかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。高評価1万でまた出張ホラーナイト頑張っていきます。まあちょっと怖いのでね、ちょっと怖いです、はい、皆さんが見たいかどうかで判断します。はい、それでは次の出張ホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。え、後ろなんかにこういうこと何してんの。